ったらちょっとうちいいかな。あの黄色いやつね。私この前ピンクのやつ見たの。ものすごいすごい怖い。まあ本当に一番高さ。国内じゃないらしい。私まだよ。あ、切符、あ、はい、あ、すみません、お願いします。普段からいらっしゃるんですか。あ、普段はあの若松駅の方に。ああ、そうなんですか。はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、ありがとうございます。お見送り、一気行きます。会場行ってみます。どれか、まずお昼ですね。お昼どうなのか。あ、こんにちは。あ、魚沼から来ました。あ、そうですか。今只見線乗って。あ、それはそれだ。はい、こちらにも、はい、ぜひ。あ、キャンペーン、はい、何のキャンペーンですか。只見線の思い出メッセージを募集させていただきまして、その中の今回上位5つを掲載させていただいております、はい、あ、そうですか、はい、この中からいいなと思うものを1つ投票させて、ちょっと取らせてもらっていい、はい、あ、じゃあ この中からいいのを、はい、あ、1つ選んでシールを貼る。はい、シールこちらに貼って。ちょっと待って、全部読まなきゃな。あ、すいません。私は2番で、はい、ちょっとじわっときました。あ、あれ、投票のあれシールが貼りました。 ありがとうございます。ありがとうございました。只見線 PR、 只見線 PR。 あ、どうもありがとうございます。 あ、すいません。あ、駅員さんですか。どこの駅員。会津若松駅から。あ、さっきも会津若松の駅の人がいましたね。女性の方。若松から来てるの。あ、そうなん、はい、ありがとうございます。これ、あ、どうしようかな、はい、ありがとうございます。はい、只見線、只見線。あ、こんにちは。すごい、三石神社社務所。なんだこれ、縁結び。あ、御朱印。300円、安くない。あとは、そうですね、これとあれ、今日明日だけの切手ですね。あー、へぇ、お守りと。へぇ、すごい。え、じゃあ、ちょっと撮らせてもらっていいですか。あの、後ろの巫女さんと一緒に。はい、あ、すいません、一緒に。あ、じゃあ、あの、御朱印を。あ、はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、
じゃーん、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。すごい御朱印あったよ。私もください。 ありがとうございます。はい、はい、いただきます。いただきます。あ、美味しい。ごちそうさまでした。うまい。はい、ありがとうございます。この人今日は、うん、うわすごい。え、これなんだっけ。あー、なにこれ。タオクラ電力所公認マスコット。へえ、すごい、かわいい。ねー、鎌倉。なにこれ、火の用心。龍だ。只見高校すごい。高校生はすごい。なんかお笑い、お笑い。やべえマジで。若い人。いいじっしょ。わかんねえけど。よう一点かい。じゃあ。すごい。龍、龍、龍多いな。さすがに優しすぎますよ。さすがに温かすぎる。だとしたら気を取り直させてください。こんなに寒いので汗かいたからね。おーい。アンパンマン。まあ、皆さん知ってるから。アンパンマンとかやったらみんな知ってるからね。マジ見た。見たことある。見たことは絶対みんな通ってるからね。アンパンマン。何でしょう。メロンパンダじゃん。おぐりしゅんげーのパンダじゃん。すごい。あ、トトロ、あ、いますね、必ず。タツダルマ、うん、すごい、ちょっと溶けてるけど。なんかスイカゲーム、もういっぱい小学校あるんだ。パン最高。何がパン最高。ちょっとメロンパンダじゃなくて、ちなみにアンパンマンだとどう。なんだ、猫。落ちるな、低い声。それは愛と勇気。俳優仲間の。お願い。頑張ろう。メロンパンダじゃないですか。メロンパンダじゃないですか。厳しいです。まだまだ行きます。もう一度行きます。あ、おるの。ルパン3世。ルパンはもう実際に小栗旬が。お父さん話聞いてました。この人、あなたが好きなアニメを言う時間じゃないんですよ。あ、ワンコやってる。もうすごいワンコいる。言ったから。ワンコ、ワンコ、これでもやって、これでもやるんだ。すごい。何かリオかなぁ。うーん、よし。そういうかな。山よがこんなにいっぱいある。ピアさんだったら明らかに立てろがいい。ピザ、どこが食べたいの。飲み物だけで何個しか行きたくない。待ってもおう、射的ゴルゴ。あのー、どうしよう、迷っちゃう。三条カレーラーメン、やっぱ三条で8時入れたかの繋がるから。4ですね。これ先生とかいりましたよね。まあでもね、やっぱり高校って帰る帰る帰る、なんか楽しい思い出いっぱいあるんですよ。はいはいはい。高校時代って、うん、特に懐かしいなと思うのが、うん、部活紹介。あ、なんか、うん、楽しみに待ってるじゃない。参加させてくれよ。すいません、あんこ1個と吹きだと1個。はい、ありがとうございました。はい、大月市のあたりが。マイカさん。はい、ありがとうございます。はい、はい、お待たせしました。はい、あ、じゃあ片手なんでいいですか。ありがとうございます。めっちゃ美味しそうなんだけど。
あ、そうです、そこ いいですか、すいません、あ、一人すいません。一番これどっちが見たいの？1回目よりは風が穏やかになりましたけども、さあ頑張ってください。ありがとうございます。あ、バイバイですね。ニコさんだから、はい。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いいジャッキ。そういえば今日畳線で来たから飲んでもいいってことが今わかりました。あ、はい、ね、はい、ぜひどうぞ。はい、3種類あります。やっぱ畳町の、はい。はい、すごい、すごい、すごい。あ、そんなにいっぱい酔っ払っちゃうの。ちょっと待って、ありがとうございます。どうぞ、ネカです。ありがとうございます、はい、あ、うまー、すごいすっきり。なにこれ、え、普段売ってないんですかこれ。すごい、おー飲みながらですけど、鉄道見に行ってきます。リアクションしてね、行くよ、3、2、1、いい、すげえ、なんていいお客さんなの、ありがとう、ありがとうございます。このタイミングで、このタイミングで、ちょっと待って、ちょっと待って、タイミングがめちゃくちゃなんだけどさ、そしてこの嬉しいんだけど、ごめんね、今じゃねえ、今じゃない、全然今じゃねえ。はい、遠見に欲しい人。これちょっと持ってて、はい、ちょっとこれ持ってて、はい、で上にこうやって上げて、はい、上げて、両手でこうやって持って、はい、サンキュー、はい、ここ入ったらお姉ちゃんに拍手、で遠くの方見づらいと思います、こっちが拍手したら拍手して、いくよ、3、2、1、拍手。おお、毎年いけるね、これ。これ毎年やってるんだ。はい、俺が触ってるから。
拍手をお願いいたします。ギリギリでやってます。危ない、すみません。デートになっておりますので、この機会にぜひダウンロードをお願いいたします。ただみなみ登録商売繁盛どうですか。いつもの備え祭り、たたえごと、おえ祭らくご、たいらけく、やすらけく、きこしめしてる、きこしめしてば、かしこきや、おおかみ。食べることができませんでした。もういい、行きますか。それではお願いします。どうぞ。近場にしてめちゃくちゃ来た。ようこそ会場の皆様、ただみふるさとの雪まつりへ。2024年オリンピックはフランス・パリ。大雪像は名作オペラ座の怪人の舞台となっているフランス・ガルニエ級。パリを代表する国立歌劇場へ皆様をご招待。
しゃべさまさん、ミスの貴重。すごいとこで上がってる。